はい、中国経済減速とまあ最近はですね、ちょっと株式市場も大荒れですねニューヨークの市場がですね、えー、大荒れでしたガツンと下がってまた昨日、ガツンと上がり為替もですね、大きく動きましたね。はい、そこで、えーまあ あの今アメリカも株安、日本も株安ということで、ちょっと今日一部調整入りましたけども、そんなんで大荒れ状態です。で、中国に関しましては、この21日の段階ですでにです、ね、中国経済強まる減速感と、まあ、中国経済,経済が減速するということも含めて、ですね世界経済に冷や水が浴びされる可能性があるということなんですけども、いきますよ、読んでいきます貿易戦争にファーウェイ事件。 株価低迷、指標も赤、中国経済強まる減速感。いきます。中国共産党と政府が2019年の経済政策方針を策定する中央経済工作会議が北京で開催中とは見られるが、中国経済の減速感と不透明感が足元で強まっている。米中貿易戦争の影響で個人消費や企業の景、えー、況感は、えー、近年なかったような、 悪化を示す。今月の米中首脳会談で一時休戦と見られたが、中国通信機器大手ファーウェイ幹部逮捕で先行きの不透明感はむしろ増した。習近平指導部は景気下支えに躍起だが、中国経済は貿易戦争次第の予想。アメリカとの貿易戦争で打撃を受けている中国経済は11月にさらに弱体化した。 香港市サウスチャイナモーニングポストは14日中国経済の現状をこのように伝えた実際最近相次いで発表された11月の経済指標は悪化が際立つ中国国家統計局が14日に発表した11月の消費動向を示す小売,売上高の伸び率は2003年5月以来15年半ぶりの低水準前年同月比8.1%増で伸び率は10月から0.5ポイント低下した 現在、中国政府は投資依存型の経済から消費主導型への転換を進めているが貿易戦争がこの目論みに影を落としているう,ーんそうですね、まあ、この番組でも解説したことありますけれども中国というのは、まあ、ビジネスモデルというのはですねその 外国から部品を輸入して安い人件費でもって組み立ててそれを安く海外に、えー、輸出すると、まあ、これによって収益を得ていた、まあ、世界の工場としてこれまでですね中国経済がガーッと上がってきころがですねここ,こ,れこれはあのお成長するとどうなるかと言いますと成長して経済が豊かになって人件費が上がってで人件費が上がっちゃったら世界の工場としてね安く組み立てられるってビジネスモデルは自ら 壊していくことになるわけですじゃあその先どうなるかといったときに消費主導型ですね要するに国内で、えー ね、消費するとまあ13、ね、億とも14億とも言われてますけどもそれだけ多くの人が豊かになって国内で、えー、消費するようになると中国人が作ったものを中国人が消費するというですね、まあ、そういうようなあの形にシフトしていくというね、えー、ここができるかできないかが中国がですね、えー、本当にこの後大国としての基盤をねしっかり作ってあの未来永劫ね大国としての、ね、地位を確保 できるかかどうかここの瀬戸際ですですから、この、えー、世界の工場として、えー、人件費が安い、えー、安く組み立てて海外に売る、まあ、このビジネスモデルはこれはあのどこかで転換を図らなくてはいけないわけですこの転換に失敗してしまうとですねこれは、えー、もしかしたら内乱状態とかもしくは民主化のですね猛烈な波が押し寄せるとかなんだかんだですね中国共産党の一党支配というのは崩れる可能性があるわけです。えー、なののでこのね、えー、投資 依存型から消費主導型に切り替えられるかどうか今、えー、中国はですねこのもう大変重要なところに差し掛かってきているわけです。そこに持ってきてき えー、米中貿易戦争そしてファーウェイの件で米中テクノロジー戦争が始まったわけですねこれはもう中国からしたら今ちょうどいいとこなんだと今切り替えるちょうど今中のなとこなんだけどもこんなもの持ってくるなって言っても中国からしたらですねほんとお前いい加減にしろと この中の時期になったことしてくれるんだっていう感じなわけでだから金平ピンチっていうことなわけですね。はい。そこでこれ、だからまあ、だからこそトランプ大統領はガンガン攻めていくということなんです。つきどころだから続いてるわけですよね。はい。ですからこういうですね、えー、一番中国にとって最悪のタイミングで最悪のことが起きているということなわけです。ですからすでにですね、中国経済が強まる減速感っていうのはこういう流れにあるということ。はい。続き読んでいきましょう。 中国自動車工業協会が11日に発表した11月の新車販売台数は前年同月比13.9%減ほう結構なもんですねマイナスは5か月連続で減少幅は12月1月以来の大きさだった1月から11月の累計では前年同月比1.7%減通年では28年ぶりにマイナス成長となる見通し そうですね。まああの経済指標っていろいろありますけども、中、えー、まあ電気の販売量とかね、えー、鉄道の道のとかね、これあの自動新車の販売台数、まあいろいろある中で新車の販売台数というのはまあ中国の経済発展の一つの象徴でもありましたね。まあかつてですね、自動車を個人が所有するなんていうのはあの無理でした中国ではね、えー。ですからもう超大金持ちがですね自家用車を持っているというそういう時代。 がかつてあったわけですところが中国が豊かになるに従ってですね普通にマイカーを持つようになったわけでそうするとですね、えーっとまあ、中国が豊かになっていけば豊かになっていくほど自動車を持てる人がどん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 ん増えてきてそして中国の経済発展と同じような奇跡でですね自動車の新車販売台数が伸びてきたわけですね。えー、でこの28年ぶりにマイナス成長になると。 はいえーまあ、増えてはいるんだけどもまさにムンムンムンってやつですわ、はいえー、そして28年ぶりのマイナス成長になるということですから、ね、これも象徴的なことが起きているということですね。 これねあのもう自動車が完全に普及したかといったらそうでもないんですよ、あのやっぱりですね、えー、京浜工業地帯とあと内陸ではだいぶ経済格差があるんですねですからまが、中国人の大部分はまだ貧しいわけですよ。 えー、一部は金持ちです、えー、でも一部って言ったって分母がでかいですからその一部もものすごい、えー、人数なわけですけどそれ,それにも増してですねあの、えー、裕福じゃない人は内陸にたくさんいるわけですですから中国が本当に豊かな国になれるかどうかというのはこの格差が広がるかどうかですすなわち沿岸部はもう皆さんもう裕福ですから内陸までねその豊かさが浸透していくかどうかここはですね、えー、習近平、えー、政権にとっては肝になる なるところなんですねですから、まだまだ自動車の新車販売台数というのは伸びていかなくてはいけないんですけどもそれが伸びないとマイナス成長ということになるといよいよ中国経済にブレーキがかかってきたのかなというふうにです、ね、見えるわけです、はいえー、っと企業の景況感も冷え込んでおり統計局が先月30日に発表した11月の景況感を示す、えー、製造業購買担当者指数 PMI もう16年7か月以来の低水準だった。 中国経済の減速感を強めているのは貿易戦争個人消費や株価は貿易摩擦が深刻化した今年の春以来低迷傾向が続いており中国政府は景気対策としてインフラ投資の拡大や金融緩和減税措置などを進めているただ足元ではアメリカとの対立は波乱含みの展開 今月1日の米中首脳会談では、一層の対立激化が避けられ、中国の株式市場には安堵感が広がり、上海市場の代表的な指数である総合指数は上昇。その後、カナダ当局がアメリカの要請を受けてファーウェイのモーバンシュ副会長兼最高財務責任者を逮捕したことが表面化すると、株価は再び低迷基調に戻っている。中国経済の行き先はアメリカとの貿易戦争次第という事,実事情を印象づけた形ということですね。まああの中国 は世界第2位の経済大国ということですけれどもやっぱですね足元はですね何も盤石なものはありませんまさにこの投資依存型からね消費主導型に切り替えられるかどうかの正念場を迎えているそこで持ってきてアメリカとの貿易戦争が勃発ということですからこれはですねちょっと中私は中国には勝ち目がないと思っております確かに中国はですねあの十多くの人がいてマーケットがありますからねそういう 強さはあるんですけども結局うこのファーウェイのようにですね主要、えー、国から、あのーね、中国の機関を担っている会社が締め出しを食らうそうなったらやっぱり弱いですよね、えー、それはやっぱり弱いですいくら中国人がねアップル買わないと不買運動をやったところでですね中国だけの話ですからやっぱ世界のマーケットから中国の例えばファーウェイみたいなね、えー、代表するあのテクノロジーのね えー、主軸になっている会社が世界から締め出されるこれは中国にとってはかなり痛いですよね、はいえー、それからあの中国元では、まああのね、石油とか買えませんのでここら辺がやっぱりですね世界の基軸通貨であるアメリカドルを発行しているアメリカ、えー、とですね真っ向から、えー、その貿易戦争になった時にはですね非常に、えー、中国は弱いのかなというふうふに思います。 で中国のう現状、も絶対中国経済、ねえー、悪影響を受けるだろうとみんな分かってますけど現にこうやって経済、えー、指標がですね発表されまして、えー、弱み。 えーが露呈してきた形になっているということをちょっと確認しておきましょう。で、現にアメリカもですね、えっ、ー、と、火の粉はぶります。ですからニューヨークダウンもですね、だいぶ落ちましたけどもね、えー、さあ、それ以上にもしかしたら中国がこれから反応してくるんじゃないかということをちょっとね、今後、えー、見守っていきたいなと思っております。